持田せに1月26日から1974年2月9日は日本の剣道家。ダニーは藩主十段。昭和の剣聖と称される剣道家の一人。先祖は戦国時代の武士、持田剣持。剣持は上泉の仏ならと共に上の国民の和上主、長野成政に仕え、後に機能した。聖二の父、持田前作は、 法官な憲法第四代継承者、ネイ幸キオの皇帝で、免許改殿の腕前を持ち、群馬県瀬田郡下川淵村の自宅に道場を設けて、門人を指南していた。父の指南を受けた森には17歳の時上京し、中山博道のありの武官、高野佑三郎の秋の武官で、短期修行する。第二本武徳会群馬支部が設立されると、最初の入門生となり、 第二本部特会本部教授内、藤高治の強い勧めで、武術教員養成所に第一期生として入所した。徹底した基本動作、切り返しの練習を経て、足絡み、強烈な突き技のある、厳しい稽古で鍛えられる。武術教員養成所の修了基準である四級に、早々と合格し、二年の修行年限を待たずに、卒業した。同書では、堀昌平、 大島寺北と並び、三遊志と歌われた。26歳で清廉賞、34歳で教師、42歳で藩士に昇進し、京都府警察部剣道教師、千葉県警察部剣道師範、東京高等師範学校講師、朝鮮総督府刑務局剣道師範を歴任する。朝鮮総督府刑務局在職時の百二十九年、展覧試合に出場し、 予選リーグで、大島時期田、のうとみい大沢東四郎を、準々決勝で、小月根吉、準決勝で、上田平太郎、決勝で、高野重義を破って優勝した。持田の名声は全国に響き渡り、中央に迎えられ、講談社、野間道場を中心に、警視庁、工業警察、陸軍富山学校、学習院中等科、高等科、慶応義塾大学、 第一高等学校などの師範を務めた。後に、警視庁から名誉師範の称号を授与されている。1957年、全日本剣道連盟から剣道10段を授与される。先人さえもらわなかった段位は受け取れないとして孤児、したが、連盟の混同により受領した。1964年、東京オリンピックでデモンストレーションとして、西村頃郎と共に、 日本剣道型を演武した。温厚、高潔な人柄で知られ、目下の者や講談者の少年部社員に対しても、さん付けで呼び丁寧に応対した。また、生活は質素で、生涯を、借屋で暮らした。ザウの名は、剣乗りまさよ。強さと気品を兼ね備えていることから、昭和の剣聖と称された。80歳を過ぎても稽古を続け、 現役選手を寄せ付けなかったと言われる。生二が八十歳の時に初めて稽古した船坂博士は、次女、昭和の県政、持田生二において不思議であった。半死の前で市内を構えてからまだわずかの時間しか経過していないのに、私の顔面には汗が滴り落ち、全身が熱くなっていた。息はもう途切れ始めていた、と述べ、立ち打ちできなかったと証言している。 ありがとうございます。